臣の会見でございます。お願いいたします。この度国家公安委員長、拉致問題担当大臣、国土強靭化担当大臣、並びに防災担当大臣を拝命をいたしました古谷啓司でございます。よろしくお願い申し上げます。総理からは何点か具体的な指示がございました。まず1点目は、世界一安全な国日本の復活に向けて犯罪に強いまちづくりの推進、振り込め詐欺の撲滅、凶悪犯罪への対処、インターネット利用を含めたサイバー空間の安全の確保、組織犯罪対策の強化を一層推進してほしい。これが1点。2点目は、テロやサイバー攻撃をはじめとした国際化の進む組織犯罪に対処するため、関係大臣と連携を密にして、体制の強化に取り組んでほしい。これが2点目。3点目は、拉致問題については、対話を引き出すための圧力、この、視点に立ってですね、拉致問題の完全解決に向けて、外務大臣をはじめ、関係者と緊密な連携を取ってですね、政府一体となって、取り組んでほしいと、4点目がですね、いわゆる国土強靭化問題、これについては、やはり、数十年先にはですね、東海沖東南海、あるいは首都直下型地震が起きる可能性が極めて高いという情勢の中で、事前防災、減災という考え方に立ってですね、そういったいざ災害が起きたときに、できるだけ被害を最小限に食い止めるような対策に取り組んでほしいと、そしてこの国土強靭化の取り組みをですね、同時に地域経済の中長期的発展の読み水とするということと、雇用創出につながるよう対応してほしい。それから、3.11 災害からですね、得られた教訓をもとにですね、今後とも首都直下型地震であるとか、南海トラフ、巨大地震への対策を関係省庁と連携をして、集中的に推進をしてほしいと。そして最後にですね、新救命等の推進に関する事務を担当するのでよろしくと、こういうような指示がございました。それに国家公安委員長としてはですね、まず、改正防災法に基づいてですね、やはりこの、取締りの強化、警戒活動の徹底、そして関係機関、関係業種ともですね、緊密に連携を図ってですね、暴力団排除のための取り組みを徹底してほしいと。それから、サイバー空間への脅威というのも非常に重要な課題でございますので、官民の連携の強化、これがポイントの一つだと思います。それから、やはり警察自身のその対処能力の向上をしていくということも、重要な喫緊の課題というふうに考えておりまして、その取り組みをしたいと思っている。それから3点目はですね、交通事故死、毎年確実に減少してきております。23年度はですね、4600人台ということですが、しかし、一方では、高齢者の、事故死がですね、約半分を占めている、こういうことでございますので、この高齢者の事故防止に、努めてまいりたいというふうに思っております。このほかにもですね、やはり子どもたちの安全という視点からですね、通学路における交通安全対策の徹底、こういった取り組みもしていきたいというふうに思っております。また、拉致担当大臣として、これはですね、やはり、安倍第一次内閣の時に、平成18年の9月に拉致対策本部ができたわけでありまして、そういう意味では、今度の第2次安倍内閣、ある意味で、生みの親ですね、が再び、この対策本部に、長として、就任をされるということでございますので、この拉致問題、特に、北朝鮮もですね、キム・ジョンイルからキム・ジョンウンに変わったということで、これは体制の変化は
大きくこの問題を完全解決させる、ある意味でチャンスでもあるというふうに思いますので、今後ですね、政府一体となって、外務省、関係省庁と密接な連絡を取りながら、完全解決に向けて政府の強い意思をしっかり示していきたいというふうに思っております。また、国土強靭化担当大臣としてはですね、事前防災、減災の考え方に基づいて、国土の全体の強靭化というものを強力に進めていきたいというふうに思っております。また一方、防災担当大臣としてですね、やはりこの東日本大震災を受けてまとめられました、防災対策推進会議の最終報告も踏まえですね、防災対策全般のさらなる充実強化を図っていきたいというふうに思っております。これと合わせて、今期は非常に大雪に見舞われておりますけれども、総理からの指示に基づきまして、情報対策室を設置をするとともにですね、今日7時から内閣府においてですね、関係省庁連絡会議をすでに開催をさせていただきました。具体的には地方自治体との緊密な連携、ライフラインや交通の確保に万全を期する、あるいは、高齢者をはじめとした地域の皆さんへのですね、生活支援等々について、この対策会議でですね、早速対応を考えております。それから最後にですね、死因究明等担当大臣を拝命をいたしましたので、これは平成24年の6月22日に法律が成立して、9月から施行しておりますが、これに基づいて、やはり死因の究明であるとか、身元確認の実施に関わる体制の充実強化を図ってまいりたいと。死因究明等推進会議において、死因究明等の推進に関する施策について、そのあり方を横断的かつ包括的に検討して、その実施を推進していきたいと、こういうふうに思っております。私からは以上であります。はい。じゃあ、TBSの岩田と申します。長年、拉致議連など等々で、ご家族とも非常に緊密に接しておられて、ライフワークとも言えると思いますが、まず何を着手されたいか。まずですね、これは拉致対策本部がですね、現行の本部体制は、安倍第一次内閣の本部体制と、異なっておりますので、やはりそれをしっかり検証してですね、再び、この本部体制の充実強化を図っていきたいなというふうに思っております。これはまず、喫緊にやらなきゃいけない課題だというふうに思います。はい、もう一方でお願いいたします。新潟日報の井川といいますが、日朝協議についてなんですけれども、先ほど対応を引き出すための圧力というお話もありましたが、現在、日朝協議中断していますが、今後、どのような方針で臨んでいくべきか。この基本方針は、政府の方針は、対話と圧力ということですけれども、この対話と圧力というのは、やはり対話を引き出すための圧力ということで、この基本方針には変わりがありません。そういう姿勢で臨んでいきたいというふうに思っております。要は、やはりいかにしてこれを、この拉致問題を完全解決に向けて、しっかりしたレールを引いていくかということに尽きると思いますので、その視点に立って、取り組んでいきたいと思っています。以上をもちまして、古谷大臣の会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。